それでは皆さん、アクトレと頑張って早速トレーニングしていきましょう。3分30秒動きっぱなしのトレーニングです。皆さん今回に関してはかなりきついと思いますけど、一緒に最後まで乗り切っていきましょう。体幹、足、そして胸、腕、自分の好きな部位に合わせてブリングサリーアップチャレンジ、行ってみよう。ダウンのタイミングで体を下げて、そしてアップで体を上げていきます。膝をついてやっていただいても構いません。自分で楽しみながらできるトレーニングになりますから、皆さん最後まで頑張って乗り切っていきましょう。しんどくなってきたら一度動画を止めていただいて、休憩しながらでも構いません。膝をついてもらっても構わないので、一緒に頑張りましょう。アクトレもかなりきつかったですけど、最後までやりきりました。皆さんアクトレと走り抜きましょう。辛い時に一緒に頑張りましょう。僕が応援しています。全力で全力であなたを応援しています。一緒に頑張りましょう。あと少し、あと少し、そういう気持ちで1秒1秒頑張っていきましょう。腕立て伏せ、これはかなり負荷が高くきつい内容になりますが、スクワット、そして体幹のトレーニング、この2つは毎日続けていける負荷になりますから、皆さん諦めずに一緒に続けて頑張っていきましょう。残り1分を切りました。そして7回です。あと7回頑張れば終わりになりますから、一緒に頑張って残りいきましょう。もうやめたい、諦めたい、そう思った時に理想の自分を思い浮かべてください。自分はどんな人間になりたいですか？どんな体になりたいからトレーニングをしているんですか？残り3回皆さん動かし続けましょう。皆さん本当にお疲れ様でした。本当にナイスです。しゃー、できた。マジでやばいよ、肩が異常だもん。見たらわかると思うけど。やばい、本当にね、きつすぎますよ皆さん。やばい、マジで。はい、ということで皆さん、今回なんですけど、ブリングサリーアップチャレンジということで、海外で大流行して、その後に日本でもね、何人か結構この音楽に合わせて腕立て伏せとかをするっていうね、チャレンジ皆さんされてたんですけど、まあ、スクワットだったり体幹のトレーニングっていうのは、これの音楽に合わせてチャレンジされてる方っていうのがいなかったです。世界でも見ても僕が初めてかなと思うんですけど、この動画の中でスクワット、そして腕、体幹、3つチャレンジしていただけます。まあこの1本の動画でかなり体脂肪を燃やせると思います。僕がやってもかなりきついので、皆さんね、最後までできない方っていうのは大勢いると思うんですけど、膝をついてやったりとか、途中で動画止めて最後まで走れるようにチャレンジね、毎日少しずつやっていただければいいかなっていうふうに思います。いや本当にね、きつかったよ。今回は皆さんがこの動画を見て少しずつチャレンジしていっていただければなっていうふうに思います。それではね、今回はこういう感じで皆さんがね、少しずつね、筋トレも上達してきてると思うので、
その楽しみながらできるための一つのコンテンツとして作らさせていただきました。他にもね、まあ、音楽に合わせて筋トレしたりとかっていうのは僕ちょくちょく上げていこうと思っているので、皆さん今後もねトレーニング新しい動画上がっていきますから、ぜひお楽しみにしててください。それでは今回はこれで終わっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アクテルブログでした。さよなら。If I should stay or be alone.